こんばんは、エウレカです。今回は歌マクロス一章特別演出コレクション、ミンメイさんの第10回、桜流れる季節、見てまいりましょう。春は多くの人々にとって旅立ちの季節、ちょっと滑舌は、まあ、いつも通りか。流れる桜の花びらのように、人もまた新しい世界へと旅立っていくのだろう。プレートを見てまいります。星5プレート1種類あります。桜舞い散るカードで、満開の桜のもと、うららかかでいいのかな。日差しと舞い散る花びらに見送られながら皇帝を歩く民命、その瞳には今までの感謝と旅立つ喜び、そしてほんのちょっぴりの切なさがにじんでいた。泣いてますね、よく見るとよく見ると泣いてます。まあ卒業という、そういう雰囲気を醸し出してるんでしょうが、アンナミラーズ、アンナミラーズです。知らない方はウェブで検索してみてください。アンナミラーズ、あー、なんかそんな感じしちゃうかなまあ なんだかんだね、こういう制服系ってどれもこれもアンナミラーズにはなっちゃうんですけどねはい、あとは星4かな、星4プレートがございますね。2種類あります。はい、これきりかも、これきり、これきりも、これきりですかはい、こんな感じです。前変わんねえなそんな変わらないですね、前後でね。あともう1種類かな、星4。一周くん、あなたって人はそういう目、今まで守ったことなかったですよね。すいません、全然見てなくてごめんなさい。テレビシリーズのやつです。なんだっけ、グランドキャノンか、グランドキャノン発射して、まあゼントラーディ軍をボッコボコにしつつも、でもゼントラーディからの攻撃で地上もまああの焼け野原ですよ。でもミサさんは最後まで、基地でなぜか生き残ってましたっていう、そういうシーンでございます。皆さん勘違いしちゃいけないのが、マクロスは歌で戦争を解決するとかね、それね、バサラだけですからあの完全武力でね、解決してますからね。たまたまいくらかの、まあ、特にね初代に関しました、たまたまいくらかのなんだ、いくらかのゼントラーディがね、歌を聞いて、あーなんか、ちょっと文化に目覚めたっていうだけでね、大半はそう、見てください、はい、全然ね戦争を解決しておりませんからね。かなりのね大軍が地球に押し寄せて、それに対してこのグランドキャノン、スターウォーズ的に言うと要はデススターですよ、かなりそこら辺のね影響も受けてるんじゃないのかなと、思います。そう、地球のね、根っこからもうとてつもないこうあのエネルギーを発射させるっていう、そういうシステムなわけですよ、はい。歌で戦争なんか解決しません、武力です、最終的には武力ですバサラだけなんですよ、はい。プレートはそんな感じですかね、えい。じゃあ衣装ですね、見てみましょうか。例えばフロンティアに関してもそうですよね、決してバジュラと戦争していたわけではないんですよ。なんかその知性集合体みたいな感じの、要はグレイスさんっていう、表面的にはね、そういう風な人がバジュラをこう操って消しかけて人類と戦争をねさせるっていう感じで、で最終的にはね、シェリルさんとランカちゃんの歌で解決したわけじゃないですからね。最終的にはアルト君がミハイル・ブラーンの、スナイパー銃みたいなので、そのなんか知性集合体みたいになってるその外見グレイスさんの頭をズドーンって、武力なんですよ。最終的には武力で解決しているんですよ、わかりますか
マクロスは歌で戦争を解決するそういうわけではございませんからね、勘違いしちゃいけません。なんかね、他のアニメではね、こう女の子がこう歌いながらこう戦うとか、なんかそういうアニメもあったりしますけど、それとマクロスは全然方向が違いますから、歌で戦争を解決する、それ、うん、確かに歌っていう要素はありますけど、そこで戦争を解決してるわけ、しつこいな民名さんとか言いながら15歳なんですね。で、実際エウレカよりはそれでもやっぱ年下になるのかな。歴史的に2000、ストーリー的には2012年の時点で、15歳か、そう15歳で、今2022年、だからそれから10年経ってるから、民名さんは現在25歳、いやまだまだ若いですね。異常変更していきましょう。そう、季節が変わりゆくんですね。ノスタルジアからの秋から、この着物で正月、冬着てラブフローズで春です。やったー、よっしゃービューしていきましょう。アンナミラーズっぽいかな。あのね、アンナミラーズっていうのはね、喫茶店なんですけど、女の子のその店員さんの制服がまあ可愛いというか、ちょっと攻撃的な制服なんですよ。バストの部この中下にね、なんつうの、コルセットっつうのかな、みたいなの巻いてるような雰囲気で、ちょっとバストの部分だけね、なんか色が違うんですよ。だからこれそこまであんな、何の今回話がめちゃくちゃになってますね。全然なんか今回のこの衣装の話ではなくなっちゃっておりますが、まあ途中まではマクロスの話してましたよ、ちゃんとね。ローファーではないですけど、まあいいじゃないですか、このブーツ。そして黒タイツですよ。回って、細かいですね、ここら辺のね、デザインもしっかりと書き込まれております。あ、腕時計っていうの結構珍しくないですか、これね。なんかそんな気します。普段あの歌姫の衣装でね、腕時計してる、そうそう見かけないと思いますよ。ほい、上半身のところまでやってまいりました。あ、民名さんのアホ毛ってちょいちょい変わってるような、そんなことないかな。はい、縦向きで、おい、こんな感じでございます。これ何なんだろう、単なる髪留めなんか紐がついております。おい、もう一度回りましてこんな感じですね。ではこちらで特別演出を一発見てまいります。シミュレーションライブ会場へやってまいりました。愛は流れる、見てまいりましょう。私精一杯歌うわね。作戦開始、油断するなよ。あ、今回の一条くんはまあちょっとやる気ない感じではなかったですね。はい、ということで始まっておりますが、こちらのね、愛は流れる、まあ、特別演出が出るんですが、これ単純に民名さんでプレイするだけで特別演出は出るようになっております。後ろのね、この戦闘演出がこれね、衣装と関係なく出るんですよ。ただね、あれどうなんだろう、これどうなんだろうなんか戦闘の演出がね、さらに激しくなってると思います。ワイプでフレイヤちゃん見えるようにしてると思いますが、フレイヤちゃんの方の背景ではそんなに戦闘出ており、はバルキーが飛んできました。今の部分ですね、衣装での反応は、あとね、この羽はフレイヤちゃんでも出てたと思います。まあ皆さん
どこが違うのかはご自身でしっかりと見ておいてくださいね。あーでもちょっと花びらのエフェクトもちょっとこれ追加されてますね。これ追加分です、きっと。きっと追加されてる。もうね、歌マクロスのサービス終了が近づいておりまして、演出一個一個を細かく追求していくわけにはいかないんです。なのでね、もうなるべく編集は軽めにしてアップしております。皆さんでしっかり目を凝らして見ていただいて、どこが違うのかなんかね、気づいたところがありましたらコメント入れていただけるとありがたいです。もうね、この映像が見られなくなってしまうわけですから、もう最後の見納めです。もうこれから先見られなくなってしまうなんて本当に悲しいですね。こんなにね、この羽が浮いてたらちょっと飲み込んじゃいそう。口に入ってきそう。すっギョいわ、シミュレーションライブってすごいのね。普段のライブに負けないぐらい気持ちを込めて歌えたわ。ということで、愛は流れる特別演出見てまいりました。なんか曲としてはちょっと静かな感じですけど、背景演出的には結構激しめでしたね。まあ、羽が飛んだりね、なんだこの戦闘が繰り広げられたり、バルキリーが飛んでったり、なかなかいい演出、特別演出だと思います。何度も言ってますけどね、こうカットインが入るだけ、一瞬ね、ポージング変えるだけとかね、そういうのがちょっと、物足りないと思います。こういう演出ですよね、やっぱ求めているところは。といっても、もうこれ以上新しい演出が出てくることはありませんが、はい、そうしましたら今回はここら辺で終了です。これからも頑張って特別演出動画まとめてまいりますので、皆さんもお付き合い、最後の時までよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。